ダス・シュワール・ツェ・コル、大見出しは、これが、国家の敵たちだ。ダス・シュバル・ツェ・コーアは、ナチス・新兵隊の機関士。日本では、黒い軍団と呼称される場合もある。毎週水曜日に発行され、一般市販された。新兵隊隊員はこれを読み、他社にも勧めることとされていた。新聞は、新兵隊保安庁法部と密接に協力して、発行され、 実質的には、保安庁法部が編集を支配した。読者からの当初は、保安庁法部による検閲を受けた。市場では、特に、カトリック教会やユダヤ人を激しく非難し、多くのグループと敵対した。一方で、国外メディアによる、ドイツ批判を紹介し、これに反論する記事や、親衛隊から見て、ナチ思想にそぐわないナチ交換に対する批評も、掲載された。 編集長は、グンター・ダルケン。発行者は、フランツエア出版社のマックス・アマンである。初版は1935年3月6日に発行され、発行部数は7万部。同じ年の11月には、発行部数20万部。1944年には75万部に達した。第二次世界大戦終結直前の1945年4月をもって、 発行を停止した。ありがとうございます。